こんにちは、石野愛です。今日はですね、検品作業を撮影したので、それをご紹介していこうと思います。今日届いたのがですね、こちらのラブラドライトの、カービングのルースになります。カービングというのはですね、表面に、彫り物、彫刻がなされた、状態ということなんですけれども、今回はお花であるとか葉っぱであるとかっていう模様が、描かれているものを、仕入れました。で、今ちょっと表と裏をどのような感じかなと思って一つずつチェックをしているところです。石が届いたらこういう感じで一つずつチェックをしていくんですけれども、角度によって照りが違ったりとかするので、照りをチェックしたり、このルースはですね、ちょっと角っこに欠けがあるのが分かったので、ちょっと通常品としては売れないなっていうことでちょっとのけます。次にこっちのルースはどうかなって言ったら、照りもいい感じなので、ラブラドライトっていうのはその角度によってその照りの角度が全然、違ったりするので、表と裏を確認しながら、どの位置で編むのが一番いいかなっていうのを考えつつ、見ていきます。これもね、すごくいいルースで、葉っぱの模様が、彫られてるんですけども、上にしても下にしても横にしてもいい感じなので、ちょっと太めの糸で編むといいかなって思いながら、裏側も綺麗ですね。テリッテリになってます。はい、こちらもチェックを終えました。こうやって一個ずつ検品しながら、グレードっていうのを決めていきます。もともとその販売店さんによって石のグレードっていうのが多分あるかと思うんですけど、その石の販売店さんの石のグレードだけじゃなくて、実際に自分の手元に届いて来た時に検品した状態でグレード、これは販売できるものなのか販売しづらいものなのかって、これは販売するとしたら B 品なのか A 品なのかっていうのをちょっと考えながら検品をしていきます。欠けとかね、表面に黒点とかクラックがないかっていうのもちょっとチェックしながら、しております。はい、結構このルースは形が良くて、いろんな色が見えて面白いですね。で、これがね、今回一番良かったんじゃないかなって思ってるんですけど、お花の模様がこう彫り込まれていて、ブルーのその綺麗な白が前面と、それから後ろ側ですね、に出るので、これは、ちょっとペンダントとしても、かなり見栄えのする作品になるんじゃないかなって思いながら、検品してました。特に欠けもなくて綺麗なルースです。で、こっちの葉っぱのやつも、照りもそこそこですね。ちょっと気になるのが、黒い黒点ですね。ラブラドライトの多分石の、特性の一つではあるんですけども、ちょっと編んでる時に気になるかなと思いながら。で、こっちは、完全な B 品、もしくは C 品になりますね。照りがそんなによく。良くないので C 品扱いになります。というわけで検品はこういう感じで行っています。ということでした。